こんにちは、平山茂です。今日は11月19日金曜日でございます。現在時刻は5時36分。もう日が暮れました。ちょっと私名古屋市緑区というところをね、拠点に現在活動している YouTuber なんですけれども、ちょっとね、1時間くらい前からですね、ちょっといろいろ上空が騒がしくてですね、なんだろうというような感じなんですが、まあ実際ちょっとね、火事があったということで、それも結構ね、まあまあ近いところでね、ちょっと火事があったということで、まあ取材ヘリが2、3機ですね、飛んでる状態でございます。まあニュースでご覧になって、見てる方もね、もちろんいると思うんですけども、ちょっと私はね、まだテレビとか何も見てない状態です。はい、あとはちょっとね、仕事帰りにちょっとね、交通事故もされてたりとかしたので、本当に皆様火の元ですね、火の元、それからまあ運転、特に夕方になってくるとですね、まあもちろん眠気もありますけれども、西日が非常に強いです。とにかく西日がもう目に突き刺さるような強さでビカビカしておりますので、本当、運転ですね、運転お気をつけください。はい、もうそれさえちゃんとね、対策すれば大丈夫です。火事はちょっとね、本当にもう全てを焼き尽くしてしまうので、本当にね、恐ろしいと思います。まあ実際にね、ちょっとまあ、今僕の目線からも煙がまだ見えてるんですけど、ちょっとね、本当にそこに住んでる方が大丈夫かなっていう、ちょっとね、無事を本当に祈ります。何事もないことを、ちゃんと避難できてることを祈ります。大丈夫だから頑張れ、大丈夫だ。ちょっとね、動画をアップする頃にはどうだったかっていうね、安否っていうのがもう結果として分かってるかもしれません。なかなか本当にね、火事本当に気をつけましょう。本当に気をつけましょう、火事。まあ、もちろん体調管理も注意してですね、本当に季節ももう冬になります。本当に気をつけていきましょう。大丈夫ですから。大丈夫。しっかり準備して、冬を乗り越えましょう。ね。大丈夫ですから。大丈夫。今日はね、お月様も、今ね、僕からも見えてるんですけども、ほぼ皆既月食というようなね、ことで、まあ一応動画も撮影したやつを多分前半にお届けしてると思うんです。まあ大して綺麗に撮れてはいないんですけれども、本来は満月だけど欠けてるっていうね。この後多分また一回月食状態になって、またこうゆっくりと満月になっていくというような話は聞きました。まあちょっと今日はまあいろいろありますけれども、大丈夫ですね。大丈夫だ。大丈夫。大丈夫。皆様、大丈夫ですから。大丈夫、いいんです。大丈夫って、大丈夫って言い聞かせて乗り越えましょう。いろいろ大丈夫ですから。大丈夫なんです。大丈夫。さあ、本当にね、明日お休みという方は本当にゆっくりいい休日を過ごしてください。そしてお仕事という方はね、まあ私も明日はお仕事確定でございます。ん？電話ないな。いや、でも多分確定です。頑張りましょう。頑張りましょう。本当に家事無事を祈ります。大丈夫。もう今日は以上でございます。とにかく体調管理ですね。体調管理。風邪なんかひかないようにしっかりいっぱいご飯食べましょう。よいしょ。以上です。では、今日はこの辺りでお別れいたします。では、また明日ですね。また明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。
おやすみなさい。